はい、どうもこんにちは。映像クリエイターの渡辺英二です。もうね、恥ずかしいです。っていうのも、この間エレコムさんのカメラバッグを紹介したんですけども、その中でちょっとね、なんかね、隠しポケットみたいなのがある言って、これなんやろう言って、隠しポケットかな言ってレビューしてたんですけども、それね、後から分かったんですけど、三脚の足をそこに入れて固定するもんやったんですね。それをね、隠しポケットとかなんやろう言って喋ってた自分が、まあ恥ずかしい。まああれは隠しポケットとして使うこともできるとは思うんですけども、あれは三脚を固定するところでした。申し訳ございません。まあそんな経験もしながら頑張っていこうと思います。このチャンネルではシネマティック映像作品や撮影関係の機材、デスク周りで自分が気に入っておすすめできるものをどんどん紹介していこうと思いますので、皆さんチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ところで、皆さんはカメラを三脚に固定するときはどういうものを使ってますか？まあ、ミラーレスカメラも重たいものなので、三脚にこうやってグリグリ回しながら固定している人はまあいないと思うんですけども、もしそういう人がいたら、この動画はぜひ最後までご覧になってください。僕も今日紹介する商品をあらゆるところにつけて愛用してますので、ぜひこの動画を見て気に入ったらチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、今回紹介するのはウランジファルカム F38 という商品になります。こちらは三脚などにカメラを脱着するのが、これを使うことですごくスピーディーに便利になります。クイックシューとリリースプレートの2つに分かれてまして、この土台となるのが三脚につける部分で、こちらはクイックシューと言います。カメラに取り付けるのはこちらのクイックリリースプレートというものになります。もう取り付けがとにかく簡単です。取り付ける際はこちらのクイックシューのここを押し込みながらカメラを取り付けて離す。これだけでも固定されてます。この取り付ける際はここにストッパーがついてますので、こちらから取り付けることはできないんです。付ける時も外す時もこちらから付けて、外す時はこれを押すと外れるようになってます。もちろんこの時にはロックかかってますので、落ちる心配はありません。万が一撮影とかしている時に手や何か物が当たってここを押し込んでしまうということが起こるかもしれないので、こちらにはロック機能がついてまして、こちらのつまみを引っ張ることでこれが回るので、こちらのロックする方にすることで間違ってここを押し込むことができなくなるので、押しても間違って外れることはありません。で、外す時はこのロックを外してから押し込むと外れます。このように万が一がないように、こういうロック機能があるのも安心です。このリリースプレートなんですけども、正方形の形をしているので、どちらの方向からでも差し込むことができます。このクイックリリースプレートの方はですね、カメラに取り付ける部分になりますので、ここにゴムがついてますので、滑り止めや傷防止になります。ネジの方なんですけども、4分の1ネジがついてますので、こちらでカメラに、こちらマイナスのこれになってますので、コインか何かで締め付けることができます。次にこのクイックシューの方ですけども、こちらは8分の3ネジ穴に、その上に4分の1ネジの変換のものがついてます。それぞれの三脚などに合う方で取り付けることができます。こちらのクイックシューもリリースプレートもアルカスイス互換になってますので、いろんなメーカーのタイプの三脚に取り付けることができます。ただ運台によってはですね、この中央の部分がちょっと出っ張っているものがあるので、そういうものに関してはちょっと付けられないか、ちょっと付けにくいか、そういうことがあるので、付けようと思う三脚の方を確認してからこちらの方を購入してみてください。こちらの F38 シリーズもいろいろ他にも商品がありまして、こちらのミニ三脚ですと、このミニ三脚、ウランジさんの MT46 という商品なんですけども、運台が初めから F38 のクイックシューになってますので、もうすぐに取り付けることができます。ちなみに僕はこの三脚を使って、これにカメラをセットして YouTube の撮影をしています。結構使えます。次にこういうタイプのプレートもあります。これはですね、肩から下げるストラップにつけるものになります。もう簡単にカチッとはめるだけで、こういうふうに持ち運ぶことができます。もちろんこのまま取ってもいいですし、外す場合も押して引くだけで簡単に外して取ることができます。もう簡単です。カチッとして、カチッと外して、カチッとはめて、
はい、もう何回でも簡単にすることができます。このスピーディーに取り外しができるのが最高ですね。はい、はい、そしてこのジンバルにも F38 がありますので、このプレートを取り付けることで同じく簡単に、同じです、ワンタッチで取り付けることができます。ジンバルを起動させて撮影をして終わったらすぐにワンタッチで取り外しができます。この手軽さはもう病みつきになります。つけて外して、つけた時にきちっと固定もされますので安心です。このようにいろいろなタイプの F38 がありますので、皆さん自分の用途に合わせて商品を選んでいただければなと思います。はい、僕の使っているスモールリグのビデオ三脚になるんですけども、こちらの方にももうすでにクイックシューを取り付けてます。はい、こういう元々の雲台なんですけども、こちらの方にクイックシューを取り付けまして、クイックリリースプレートのついたカメラをはめると簡単に設置することができます。取り外しもワンタッチでできるし、取り付けもワンタッチでできます。もちろんこれ、ここのクイックシューがなくてもですね、これを外してもですね、このクイックリリースプレートだけで付けることはできるんですけども、こうやってネジを回して固定しないといけないという、このちょっとした煩わしさがあるので、このワンタッチで取り付けようと思うと、やっぱりこのクイックシューを付けた方が断然早いです。こうしてね、はい、外しも簡単で、このスピード最高です。はい、それではこちらの F38 なんですけども、なんといってもこれのいいところはスピーディーに脱着ができるというところですね。三脚につけたり、ストラップにつけたり、いろんなところにつけるときにスピーディーになおかつ簡単にできるというところが一番のポイントかと思います。もう一つはこちらアルカスイス互換になってますので、いろんなメーカーの三脚に取り付けることもできます。このクイックシューをつけることもできますし、カメラにつけたプレートをそのままつけることもできます。取り外しも簡単にしたい場合は、やっぱりクイックシューを三脚につけて使う方が取り外しの方は簡単にできるかと思います。あと、まあ一つだけ残念な点として挙げますと、このクイックシューとプレートセットで Amazon でだいたい4000円ぐらいしてたかな。セールやともうちょっと安くなると思うんですけども、三脚とかストラップとかいろんなとこに取り付ける箇所があると、その分準備しないといけないので、ワンセット4000円ぐらいとすると、何セット買うかにもよるんですけども、それをまあ安いと取るか高いと取るかはまあ人それぞれなんですけども、もう少しお値段が安いといいかなと思いました。まあそれぐらいで、あとはもういいとこ尽くしなので、もう商品としてはもう文句ない商品だと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。 F38 ってなんか戦闘機みたいな名前やね。戦闘機は F35 か。はい、それではいかがだったでしょうか。このウランジファルカム F38、 この商品のおかげで簡単に脱着することができますので、あの三脚に変えたいな、あこっちに変えたいなという時に、まあまあこれでやろうかとかいうことにならず、まあ簡単に取り付け取り外しができますので、そういう煩わしさもなくなると思います。はい、今回の動画は以上になります。だいぶ日が沈むのが早くなってきたので、なんか秋が近づいてきてるのかなと思うんですけども、まだまだ暑いので、皆さん体調管理に気をつけながら頑張っていきましょう。はい、このチャンネルではシネマティック映像作品や撮影関係の機材、デスク周りで自分が気に入ったものをどんどん紹介していこうと思います。皆さんチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた皆さん、さようなら。